おはよう。おはよう。鼻水ジュルジュル。なんと愛してる、かわいい、ありがとう。愛してもありがとう。おはよう。血の子もありがとう。やはり並べ前に当たらない。前やってないです。ごめんなさい。ちょっとごめんね。11月室並べできてないや、ごめんね。ちょっとできる時にやるけどさ、余裕がなさすぎて。なんかね、超鼻水出るの。何なんだろうねこれ。はよ、おはよう、中村舞です。今日何日だ、8か。寝ました。止まった。タワーありがとう。福ちゃん丸さんかな。ありがたわ。ありがとうございます。クマもありがとう。ありがとう。そう、喉もやばい。こんな感じ。ですけど元気ですよ。寒暖差で、いや、そうやろね、多分寒暖差アレルギーかな。ありがとう、ギフトもハート。寝起きボイス、あまりにもガラガラすぎて全然なんか可愛さがない。ありがとう。あとさ、なんか寒くて暖房つけてたんだけどさ、暖房も良くないのかな、喉乾燥しそう。今日外かなり寒いよ。もう困ります、これ以上寒くなられたら。本当に私のマックス上着はもう決まってるんだからね、ちょっと困りますね。お稽古は昨日は通しましたね。そう、衣装もう衣装付きで通して、でなんか小道具とかもいっぱいもう全部使ってやったりして、そう結構本番さながらって感じでやったんですけど、めっちゃ緊張してた。ありがとう。あのウィッグは私はちょっとつけなかったんですけど、つけてる人もいたり、衣装でやってポップコーン。なんかね、昨日はね、花は誰のもの公演があったと思うんですけど、11枚目シングルが出ると発表されてちょっとね、いろいろと情報がね公開されてったりするけどね、
追いついてないです、自分。あ、1月15日、そう、冬です、来年ですね、1月15。うん、何ヶ月後だ、今11月、に、え、2ヶ月後。いや知ってるよ、発表されてる、発表されてる、発表されるのは知ってたよ、けど自分がね公演出とらんけんね。ありがとうございます。ダンスナンバーなのかなと思ってる。え、なんでですか。まだそこだけか。1月15日、1月15か。冬曲か。いやー、ちょっとこれからって感じですよね。まあでも2ヶ月ってあんまね、もう時間ないね。早すぎて延期にならないかちょっと心配。え、めっちゃわかる、私も延期にならないかちょっと心配。ああ。わかるよ。ローランド、ありがとう。メンバー側が心配、心配して。こっち側が心配してます。初見さんも寒い MV、 寒い MV 言うんだ。寒いね、ね、してる、ありがとう。どうでしょうね、どうなるでしょうね。室内の撮影ならいいね。なんか STU って基本外なんですよね、撮影。室内で撮影したシングルって多分6枚目の独り言で語るくらいなら絵だけかな。それ以外はね、どうだっけ、ヘタレ外でしょ、花だれも、まあ、一応中と外どっちもある、あれはなんか演技だったから。9枚目も外でしょ、10枚目も外で撮ってるし、そうね、独り言ぐらいだけなんじゃない。6、5、4、3、2、全部外。最近の撮影ではドロ、いや STA といえばもうドローンってぐらいドローン、ドローンだらけですよ。毎回出会います、撮影の時にドローン、あのドヨーン出会いますよ。やっぱなんか外で撮ってたらドローンいるよね、ドローンだらけですよ。愛の重さのドローンいたよね、いたっけ、いたよね、あれどうだっけ。
独り言は年末に、いや、ね、あの、どうだったっけ、年末か忘れちゃったんだけどさ、独り言ってさ室内で撮ったから、なんかね外で撮ったら朝めっちゃ早いんだけど、日が昇って明るくなってすぐ撮って、で日がでも早くても日が落ちるぐらいでも暗くなって撮れないから、だから終わるんですよ、夕方、まあ、夜はに終わるんですけど、独り言の時は室内でいつまででも撮れるから、もう感覚がめっちゃバグってて、今何時なんだろうみたいな本当に今何時みたいな、本当に夜何時か分かんないぐらいになって撮る、やばい、ちょっとさ待って、タイマーがさスヌーズになっててね、ごめんね、ちょっと一旦ちょっと解除してくるね。あ、ごめんごめん、どうですか、ごめんね、ちょっとタイマーがさずっとスヌーズになっててさ、ピョコピョコ出てたからちょっと取り消してきました、ごめんごめん超鼻水出る、もうやだ、なんてこと、訪れ自分だけ、え、訪れって何ですか、音がずれてる、ずれてますか、MV 撮影は1日で終わるのか、どうだろう、あ、治ってる、ずれてない、あ、いい、大丈夫だって、 MV 撮影はね1日、まあ、2日撮る日もあるけど、1日か2日かかな、うん、でもね、風を待つ、2枚目の風を待つとかは1日目も2日目も結構やりましたね、なんかだいたい1日目がっつり撮って2日目はちょっとみたいなのはよくあるんですけど、風を待つとかは1日目も2日目もがっつり撮って、でそう、テイクいっぱいしてどれ使うみたいな感じだったからね、風を待つ私個人的に一番きつかった、あとなんだろうね、7枚目のヘタレたちをもうあれです、1日撮って、でまあ、無人島で撮影したんですけど、そこのなんかハウスみたいな、ロッジみたいな、なんですか、そこのなんかキャンプ場みたいなところに泊まって、次の日の朝も撮影だったんで、朝焼けのそこも撮りましたね、そういうグランピング施設みたいな、朝早起きだった、ちなみに10枚目の君は何を後悔するのかは、あれはメンバー1日目の人とか2日目の人とかで分かれてたりしますね、結構、うん、両方ある人とか、あとさ、だいたいフリー入りをね、前日とか前々日とか、なんかまあ直近でやるんですよね、そうなんで、まあ撮るのは1日でも、まあ全なんか練習が入るって感じですかね、
ありがとう。ね、ちょっとね、シングルが出るとなるとまたいろいろと始まりますね。全シングルの衣装パッと見てわかる？わかるよ。私は2枚目から全部参加してるんですけど、なんで暗闇以外は参加してるので、私ちょっと STU のなんか歴史テストみたいなのあったら割と高得点取る自信あります。11枚目ってさ、なんていうの、イレブンス、イレブンスシングル、ね、何シングルなの。CT 発売が決まってメンバーが早起きだと MV 撮影かなって思う。なんか結構さ、みんなさショールームやってるじゃんか。だからさ、みんなさ時間がかぶったりするじゃん。なんか察するっていうかさ、みんなさ、まあ、考えるよね。え、なんかしてんのかなみたいな。まあそっとしといてください。なんかあるのかなと思っても、なんか匂わせてるわけじゃないけどさ、なんかこの時間しかできませんみたいな言われたらさ、多分みんなそこにするじゃんか。まあみんな思っててもしてお願いします。出航の MV まいちゃん見つけられない。嘘じゃん。私さあれだよ、船はまっすぐ進むような7番目に出てくる人ですよ今と。顔がさ、だいぶさ、もうその時さまだ幼いからさ、全然ちょっと違うかもしれないけど、 7人目7番目に出てくる人です。確かに、でも違う人に見える。今よりも髪はそんなに長くないかもね。一回してみて。え、メイク変わるよ。全然変わるし。ね。本当に、女の子は進化し続けていくんですからね。本当に本当に。もうこの時期の女の子。10代20代うん、なんか違うって言われたりする。ありがとう、ポップコーン。まだだよね、占い。占いを聞かないと終われないんだけど。占い、もうちょっとかな。まだまだ。
稽古だよ今日も。あと20分ぐらいある？あ、そうなの？あ、舞台のグッズ、そうそうそう、あのそうだ、昨日の夜かな、発表されてたっけな。そうそう、ステッカーとかね、間取り T シャツとかアクスタとか、私そう結構ね舞台のグッズが、ちょっと後でリポストしとこう、グッズが出てた。そう、アクスタあるの。あ、だから私のあのジゼルアクスタです。間取りは今回はあのホーンテッドブックストアっていう、まあお話なんだけど、そこの間取り図みたいな感じかな、きっと。そう、まあそのお化けの本屋さんで繰り広げられる物語って感じなんですよ、今回のお話がね。ありがとう。ぜひゲットしてください。ありがとう。あとちょっとですね、8、9、10、11、12、13が初日なので、ありがとう助言さん。中村舞です。愛媛県出身です。早いの、あっという間。なんかね、そう、ここまで全然もう休みなくずっとお稽古してて、でもやっぱり、頑張らないといけないことが多すぎて、昨日通し稽古、そう、でもなんか2回目だったんよ通し稽古は。1回目の通し稽古はめちゃくちゃもう本当にテンパりすぎて、だ結構シーン別でやってたんで、どこがどこのシーンに当てはまるのかみたいなのが結構、流れがね、もうあたふたあたふた本当に、え、次なんだっけ、あ、次これかみたいな。そうだったの。まだ、あ、ちいかわだ、ちいかわ、癒されますね朝から。あ、終わっちゃった。何、プロンプターさん、あ、プロンプターか、 いないんじゃない、え、ないない、プロンプターない。なんかやっぱり何ですか、セットとかがさ、
あんまりなんか私的には体験したことないセットなので、ちょっとなんですかね、とても実際のセットを 見てどう、まだ見てないんですけど、小道具とか使ったりしても、なんでなんかちょっと そういうとこが緊張するかも。プロンプターってなんかさ、なんていうんかな、なんかあの下に置いてあるやつ、舞台の面にの一番前のところのさにさ、演者側のとこに置いてあるやつがプロンプター。うん、基本ないけどね、そコンサートの時とかぐらいしか、私たちのあれも公演もないし。なんかね、床ね、今ね全然普通の床でトーシューズとか履いとってね、なんかバレエやるときってトーシューズ結構なんていうんですかね、バレエ用の床みたいなんでやったりするんですけど、そう今は結構ね普通の床でやってて、本番がどんな感じなんかちょっとわからないんだけど、すごいね、いろいろと、まあ、ちょっと近くにならないと分かんないことがたくさんあるので。足痛くないか、え痛いの、なんかえなんかつま先が痛いとかまあもう分かるんだけど、なんかね太ももの裏が痛くて、めっちゃなんかなんて言うんですかね、なんか切れそうなんですよ本当に、ずっと筋がずっと切れそうなの、なんかね筋肉痛じゃない、なんかストレッチとかしたら絶対切れるっていう痛みする。いや初めての痛み、なんかバレエやっててこの痛みあんま出会ったことないんだけど、ハムストリングス？気がないようにだけ頑張りますね。じゃあありがとう。そうなの。ずっとなの。ここ数日さ、すっごい暗くてさ、割と。でもさ、なんかほんとうまくいかなすぎてさ、もうどんよりしてたんだけどさ、また頑張ろうって気持ちです。今日も頑張ろう。っていうの声最高だった、よかったね、いいね。
花だれ公演だよね。最後の東京公演だったんじゃない？私結局さ、東京公演一回も出ずに終わっちゃったんだけど。なんですけど、もう3回ぐらいあったよね。3日程ぐらいあったのに、一回も出れなかった。そういえばいなかったそうだよ。ね、あれなんか出張公演あるの？私たちはないけどね。2.5 期生と3期生。あ、そうなんだね。いいな。私もやりたい。 NMB さん行きたい。劇場いいな、いいな、急だね。物足りなさあった？中村舞。先生、すいません。今何ですか？もうすぐ？結構占い待ってるんだけどさ。半身当日の花だれは当然出れない。2公演だっけ？出れないんじゃないかな。リネタン生誕祭とかあったよね。出れないと思います。体が2個あれば分身でして、はい、8時間ぶっ通しでファミじゃないと思うよ違うと思うよ。その解釈じゃないかもしれん。あ、もうそろそろ来るんじゃない？まあ、なんかさ、私が分身したらみんなも分身しないとね。どっちの現場に行くか迷うでしょ。だから私は一人でいいね。駅周辺か？ごめん、場所とかはなんかちょっとまだなんか決まっとっても言えんかもしれない。もうちょっと待って。ありがとう。
来たんじゃない？あれ？なにこれ？今日のワンコ？かわいい。なんじゃこりゃ。何犬これ？私多分コンタクトつけてないけんさ、何犬なんか全然わからん。これ何これ？ヨークシャーテリア？あ、違うか。何犬これ？可愛かった、ありがとう。何なんだろうって思いながら見てた。可愛い。コンタクトなくて占いの文字見えません。だからこれみんなに頼ってんの。テレビの近くまで行けよって感じだよね。いや行けるんですけど、ちょっとみんながね教えてくれるかなって。まだだった。今日はじゃんけん、じゃあグーでも出しといてください。お願いします。ごめん、ちょっと鼻水、本当にごめんね。いやだね、鼻水がね、赤くなっちゃった鼻が。アレルギーだと思います。全然なんか風邪ひいてるとか行くもないんですけどね。そうそうそう、なんか季節的なものだと思います。わかる、ありがとう。お天気、あ、来ました来ました。お天気が来たらそろそろですよ。はい、ちょっと見に行くわ。みんなに頼りまくらんで、よいしょよっこいしょよっこいしょよいしょよいしょ。寝てた？いや、うつ伏せうつ伏せで配信してた。ごめんね。来た来た。あ、目覚ましじゃんけん。あ、じゃんけんじゃんけんじゃんけんだわ。え、私何出してってた？グーって言ったよね、私。え、勝ったよね。すごいじゃん。え、私チョキ出してた。あ、グーって言ったっけ。すごいじゃん、幸先いい。ねねね。ね、あれまだ58分。こっちさ、目が悪いからこうやって見ちゃうんだけどさ、目つきが怖いよね、ちょっと。あ、1位ヤギ座なんだと。次、ちょい見え見え
あ、ないわ。2位から5位にもいません。あ、いた、7位ソイラテ。お、努力が認められず意気消沈。なんだと、もう本当に信じませんよ。意味わからん。まあソイラテ飲んどけってことですね。ソイラテね。ソイラテだったらでもコンビニとかに売ってるよね。意気消沈ね、何なの本当に意気消沈って。この前チーズケーキは食べた？食べてない。でもさ、コンビニに行って買おうかめっちゃ迷ったんだけどさ、なんかあんまりなんて言うんですか、ちょっと甘いもの食べ過ぎたらあれかなと思って買わなかった。ちょっと気にした。今日もソイラテ買って帰るかも。何時？8時だ。夜飲んでも遅いんじゃない？確かにね、遅いね。生き死に買ってった方がいい。ソイラテ確かに。ちょっとね、洗濯しないといけなくてね、もうやばいの。洗濯しないとね、着る服がなくなってきたの。ここ数日ね、なんか洗濯しようしようとか思いながらね、疲れすぎてね、バタンだったからね、洗濯しないとですね。無理、もう今日は無理だって。そうなの。うん、洗濯します。家事の時間します。じゃあそろそろ終わりますよ。みんなも一日頑張ろう。でね、壇上読むけん。とね、スルメッコさん、ヤマちゃんさん、ミヤさん、ドラゴンさん、お花ちゃんサムさん、マサタロウさん、福太郎さん、タロタロ、タロタロしました。
きのぺこさん、まささん、考えなしさん、山猫ボードさん、しんさん、1位はドロロロロロン福ちゃん丸さんでした。ありがとうございました。みんな今日も一日頑張ろう。お疲れ様、ありがとう。いってらっしゃい、行ってきます。ありがとう、疲れを。頑張ろうね、一日。今日もみんないい日になりますように。一日頑張ろう。みんな朝から見てくれてありがとうございました。3210。みんな行ってらっしゃい。